エピソード6、パーティータイムトゥギャザー後編、アイドリッシュセブビブラーと見ていきたいと思います。楽しみだね。まあ、オフなんだよ、今。オフなんだけど、まあ、イオリと玉木は学校だから、ちょっとね、二人だけこう、いないっていう状態で。で、そこから何かをやろうみたいな感じにはなってんだけど、何するっつったって何にもできねえしな。さすがに学校だからな。まあ、5人で何かをすんのか、実際に学校行って何かすんのか、ちょっとわかんないけど、楽しみなんでね。早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。問題はね、これ終わってからなんだよな。エピソード7と8に関してなんだけど、それはもう終わってから言うわ。よし、じゃあ楽しみだね。はい、それでは YouTube で。再生し、3、2、1、スタート。ちょっとずれたから。つのし。なんかダンスとコラボってるんでしょ。あ、これ見たな。開ける。エッチだな。顔赤くねえか。顔赤いぞお前。貴重面やな。いやだって。よれよれ王様プリンだ。結構酒飲むんだな、大和。酒飲めないかな俺。出来上がっちゃったよ。最悪だよ。あー、すっごいいっぱい買ってる。ハッピープリンよし。って言った。うん、あのかわいいウサギや。ウサ耳フレンズです。箸入れまで王様プリンだったな。めちゃくちゃ好きじゃん。あお。Z、 それ分かるのジジイとババアしかいねえよ。フキワルバース。ああ、おっと。
鍋、ゲーセン会、あ、優しい凪のためにね、取ってあげるもんね。ちゃんと見てんだろ。知らねえ。無自覚で言ってんのか。あとちょっと。いいね。ミッキー。ニーロ。餃子。違うな。ゆで好き。デザート。普通の。寄ってんな。お、やっぱ餃子や。でっか。寄ってんな。いいねえ。つなしよ。つなし見てんだろ。あら。あら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 。ちょっと待って。ちょっと待って、アイコンが。美味しいよな。いやー、ちょっとな、あっこいるよ。絶対辛くねえか。みんな来たね。あっか。あっか。えい。あー、つむぎたん。やばいな、音春を倒さないと。つむぎたむが。まあ、びっくりするよな。まあ、びっくりするよ。なんか持ってんな、なんだ？海歌。喋れるようになる。こんなナチュラルに喋るようになってんだな。これはもうこれとして理解していいんかな。いつの間にか作ったのが、これが違います。ああ、取れたんだね。
ここでパーティータイムトゥギャザー流れるのいいな。いいな。いい洋服でした。いや、やっぱね、この、ナギの存在がでかすぎるんよね。いやー、いいね。玉木とイオリもさ、言いよったじゃん。なんかやろうぜって言い出すのはナギッチだっつって。だからそれになんか俺たちが助けられてる部分があるみたいな。でも、ナギはなんだろうな、それに対してこう見返りを求めてるわけじゃないんだよね。もう本当にみんなと一緒にいるのかっていう感じがするんだ。いや、やっぱ、うわ、いや、やっぱナギいいよな。ナギがめちゃくちゃいいよな。ナギ良くない？で、最後に。ねえ、だって何もやってないんだ。何もやってないよ、実際。もう本当に何もやってないんだけど、ね、あのみんなの笑顔を見て、いいオフでした。あれが言えるのがナギなんだよ。いや、やばいな、ナギ好きかもしれん。みんな好きだよ。やっぱみんな好きだ。次回どうなんだろうな。あー、終わっちゃった。次回がさ、夏しようぜなんだよ。そうで、頭の方で、その言おうとしてたのは、この7と8の夏しようぜ。なんだけど、アニナナ一期のケツの方で、夏しようぜがもともとアイドリッシュセブンの曲なんだけど、トリガーが新曲として歌って発表したっていう回があったから、まあでもそこでサウンドシップだったっけな。サウンドシップで、夏しようぜをアイドリッシュセブンが歌うっていう回があったんで、ブラフォアの前ね。なんだけど、なんかね、ちらっとコメントであったのが、その7と8は時系列的には2と3の間に当たるみたいなことを聞いて、どっちの方がいいのかしらと、ちょっと今思っております。なんだろうな、あんまりなんかこう、ねえ、ぐちゃぐちゃっとなるようだったら、まあできれば時系列の方がいいかなと思ってさ。まあ別にそんな考えなくてもっていうんだったら、一応その今までのアニメの見方としては、その公開された順で見てきてるから、このアイナナ、アニナナに限らず他のアニメでも全部公開順に見てるから、それだったらもう次は7、8の夏しようぜの前編後編を見て2期に行くっていう方がいいのか、まあ、時系列を考えてこのエピソード6でやめてアニナナの2期を見てまたビブラートに戻って7、8にして3期に行った方がいいのか、どうかなっていうのは、ちょっと、まあ、自分でいろいろ考えるよりも、マネージャー陣に聞いた方がいいのかなとは、思いながら。内容についてはちょっと触れないで、こっちの方がいいですよ、みたいな感じで、書いていただければなとは、思います。まあ、この夏しようぜ、ビブラートの7、8と、2期の内容、に関してはちょっと触れずに、内容には触れずに、まあ、どっちでもいいんだったら、7、8を先に見ようかなとは、思ってて。まあ、もうちょっとこういう風になんか、
がっつり内容は言えないんだけど、2期の方でがっつり内容に触れることがあるから、7、8はこう2期の後の方がいいですみたいなのがあれば、ちょっとコメントで教えていただきたいなぁと思いますんで、ちょっとお力添えをいただきたい。あとあれよかったな、トリガーの3人で車移動中に、何アイドリッシュセブンの公式アカウントっていうか、ナギか、ナギの公式アカウント見た時にリクが映ってるのをさ、九条天がポンって、お前と思って、あと思ったのがさ、もうなんだろうな、このビブラートを今まあここで見てるからあれなんだけど、普通にこう天にって呼びかけてやーみたいな、普通にその返事をするような関係性まで回復ができたっていう認識でいいのかしら。コメントでもちょっと見るか、大丈夫なのかな。なんかね、まあだって一気のあんだけお前の見たらさ、ちょっとね、あーってなるからさ、どうしましょうって思ってて、あーとあれだったな、なんか一瞬映ったあのあそこを見たいんだな、なんかあの字が出てきた、うちのマネが作ったうちのマネが作ったのが食べられないんですかい？かっこ嘘ですけど。あ、辛いやつか。これを紬が違います。意地悪しないで。意地悪しないで。いや、でも、ちょっとね、八乙女学、紬タムのこと紬って読むからな。なんかな、ちょっと待ってよ。紬タムはみんなの紬タムだからさ、ちょっと独り占めしないで。ちょっと、ってなっちゃう。って言ってたら、音春が多分どこからかやってきて、俺のことぶん殴る。ごめんなさい。パパって言っても怒れるんだろうな。社長って言わないとダメなんだろうな。いやー、そうね、紬タムはみんなの紬タムで、音春の娘だから。しょうがない。で、その後、次のシーンで、倉庫があの、デスソースさ、こうやってかけてるんだけど、九条天とさ、陸がさ、同じ顔してんの。これやっぱ双子って感じだよね。いいよな。いや、こういうところ、書くの、天才。いいよね。で、やっぱ、九条天、だいぶ陸のこと好きよ。いや、やべえわ。いいなぁ。いや、いいよ。超好き。いいなぁ。いいねぇ。いいよ。やっぱ、好きだなぁ。で、やっぱ、凪だね。やっぱ、凪よ。これ、誰が何と言おうとも、もう、この凪の笑顔よね。この最後の、いいオフでしたで終わる。これに尽きるんだよ。凪、やっぱみんなのこと大好きだよな。いやー、いいわ。いいわ。やっぱ、凪なんだよ。凪がいないとね、なんかこう、ああ、いや、凪がいないと、いや、みんないないとダメなんだけど、ああ、マネージャー陣、また生配信するから、その時来てくれよな。その時またいっぱいアイドルセブンの話しようぜ。やべ、20分になっちゃった。終わろう、終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらチェックもぜひ。ということで、エピソード6。凪じゃん。
エピソード6パーティータイムトゥギャザー後編アイドリッシュセブビブラートでした。ありがとうございました。なるほど。